どうも、おはこんばんにちは。プラントムーンライダーことプラムーンです。今日はこのヤマハ MT-09 を使ってブリッピングシフトダウンをしていこうと思います。まあ、初心者の方でもブリッピングシフトダウンは練習すればすぐにできるようになると思いますんで、少しでも参考になればと思います。まずブリッピングシフトダウンとは何ぞやっていう話からですよね。ブリッピングシフトダウンは3個の動きをほぼ同時に行うような感じと思ってもらえばいいかと思います。普通のギアチェンジの仕方、普通のギアを落とす仕方はクラッチを握って、それと同時に足のシフトレバーを下げるっていう感じですね。で、ブリッピングシフトダウンはその2つの動作の間にアクセルをひねるっていう動作を混ぜます。このアクセルをひねります。やり方はと言いますと、クラッチを握った瞬間にギアを落とす瞬間にアクセルをひねるっていう感じです。本当にほぼ同時のような感じですよね。こんな感じです。これに足の動作が加わってます。こんな感じですね。クラッチを握ってギアを落としてからアクセルを回すっていう感じです。これがね、ほぼ同時に行うような感じです。この3個の動きですね。ほぼ一瞬です。これぐらいの動きですね。わかりますかね？ほぼ、これに足が見えてないですけども、ギアを下げているという感じです。これがほぼね、もうほぼ同時のような感じですよね。わかりやすく言うと。まあでも本当に、順番的に言うと、クラッチを握ってギアを下げてアクセルを一瞬ひねるという感じです。これがほぼ同時に行われるような感じです。足元映ってないですけども、ギアの方を下げてます。こんな感じですね。これはね、説明するというより実際に見てもらった方が早いと思いますんで、まあ、音の感じとかその感覚で覚えていくしかしょうがないと思います。私も基本のこの順番、このアクセルじゃないですね、この基本の順番、クラッチを握ってギアを足で落として、その瞬間にアクセルを回す、この順番さえ覚えてて、あとはもう体で覚えたっていう感じですね。ではちょっと走らせてみてやっていきましょう。アクセル回して、ここでこんな感じですね。もう実践でやっていきますよ。まあ、手元のところが映ってると思いますんで、手元の方を見てもらいながら左足も動かしていると思ってください。まあ、手元を見てもらったら分かると思うんですけども、本当に一瞬ですよね。ほぼ同時に近いような感じです。覚えやすいのはイメージトレーニングと、あとは実践あるのみだと思います。このブリッピングシフトダウンが何かと言いますと、まあ、普通にこうやって走っててギアを普通に下げるとエンジンブレーキがかかりますよね。エンブレが、まあ、普通に今みたいにギアを下げるとエンジンブレーキがかかります。結構エンジンブレーキがある程度の回転数を上げて走っていると、普通にギアを一足下げるだけだと結構反動が来るんですよ。ギアを下げた時に、普通にもう一回やりますね。結構反動が来るんですね。ガクンってガクンっていう感じが来るんで、これを軽減するっていう感じです。一番のメリットはですので、走りが快適になるっていう感じですね。なだらかにスーッと走ってくれるって感じです。私はこのブリッピングシフトダウンはよく峠道とかで使うことが多いです。正直バイクの運転でブリッピングシフトダウンが覚えなければ絶対にいけないっていう技術では特にありません。ですので教習所でもそういったことを教えてもらうことはなかったと思うんですけども、私も実際中型二輪免許を取得してから1年間ヤマハの MT-25 っていうバイクに乗ってましたけども、その時の1年間はそういったブリッピングシフトダウンを知らなかったので、やったことはなかったです。
で YouTube とかで見てブリッピングシフトダウンとは何かっていうのを調べたりとかして、あ、こういったこともあるんだと思ってやり始めたのがきっかけです。ですので全然このブリッピングシフトダウンを覚えなくても全然普通にバイクは運転できます。まあ、このブリッピングシフトダウンは気持ちがいいとかかっこいいとかそういったことがメリットが大きいかもしれないです。私もやってる時が気持ちがいいっていう感じですね。別に正直使わなくてもずっと走ってましたから。普通にスピードを落とすんであればブレーキを握ってゆっくり止まればいいだけの話なんで、特にブリッピングシフトダウンは使わなくても全然問題はないと思います。ただその動作を覚えることでまたバイクの楽しさが広がるって言ってもいいかもしれないです。あ、このカーブでうまくブリッピングシフトダウンができたなとかっていうのが自分で分かりますから、ちょっとブリッピングシフトダウンの時にアクセルを回しすぎたなとかちょっと遅かったなとか、まあ、そういったのが自分ですぐに反省材料で分かりますんで、それがちょっと上達したような感じで楽しいかもしれないです。正直バイクに乗らない人からしたらブリッピングシフトダウンはただやかましいだけかもしれないです。なんかカッコつけてるな、なんかやかましいなっていう、まあ、このアクセルをひねりますからね、まあ、その時ボンっていう音がしますから、まあ、それがうるさいって思うかもしれないです。まあ、多分バイクに乗らない人はほとんどがうるさいと思うでしょうね。これはバイクに乗ってる人じゃないとこの楽しさはわからないと思います。アクセルを回してここでブリッピングシフトダウンで、ギアが最適になってるんでここでクイックシフターで上げる、ブリッピングシフトダウン、もう一回ブリッピングシフトダウン、こんな感じです。峠を走るとだいたいこんな感じになります。これが多分気持ちいい一番だと思いますね、ブリッピングシフトダウンの。ここでブリッピングシフトダウン、快適なギアになっているのでこのままクイックシフターで上げていく、直線ではアクセルを回してカーブの手前でアクセルを離してブリッピングシフトダウン、カーブの手前でブリッピングシフトダウン、でカーブの終わりぐらいでクイックシフターで上げていくっていう感じです。これがこの MT-09 の楽しさじゃないでしょうか。私はこれがすごい楽しいですね。峠とかでこれをやると気持ちがいいっていうのが一番強いかもしれないですね、このブリッピングシフトダウンは。このブリッピングシフトダウンプラスクイックシフターがあると本当すごい楽しいですよ。まあ、クイックシフターがついてないバイクでも楽しさはあると思うんですけども、クイックシフターがついているとこのブリッピングシフトダウンプラスこのクイックシフターをやると本当レース気分が味わえると思います。
説明の方がちょっと上手くなかったんで分かりにくかったかもしれないですけども、まあ、実践して覚えていくしかないと思います。それではこの動画が良ければグッドボタンを、またチャンネル登録もぜひよろしくお願いします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。またね。